こんにちは、アルです。夏ということでホラー特集をやっていこうと思います。スプラトゥーン2の中で今まで紹介してきたものとかのホラーネタをまとめております。ちなみに僕がホラーゲームを実況しているのがあるのでそっちも見てください。マジ怖かったんで閲覧注意です。スプラトゥーンのホラーはどうかな。姫ちゃん準備はいいかな。行ってみましょう。はい、まずはステージ3ですね。ここで蛍姉さんが誰もいないはずなのに点点点というネタです。はい、ここです。遠くに敵が見えているところでこの敵をですね、遠くでよいしょ、チャージャーで撃って倒しましょう。そして誰もいないはずなのに近づくと姉さんが敵発見、壁の後ろで深呼吸と言います。果たして蛍姉さんには何が見えているのか。ネクストホラー、ヒーローモードエリアさん、姉さんがここの位置にいるときにこの下を塗り、姉さんにインクをかけ下に行くと姉さんの首がずれるという。姉さんの首が浮いている、恐ろしい。これは首が取れていると言っても過言ではない。姉さんその首どうなってるの。ネクストホラー。それはここタコワサ将軍のステージで起こります。はい、見てください、こんなに観客がいるんです。タコワサ将軍戦では埋め尽くすほどの観客がいるにもかかわらず、さあまだいますね、観客たっぷりなんですが、タコワサ将軍にとどめを刺すと、見てください、今の一瞬の間に誰もいなくなる。果たして観客は本当にいたのでしょうか、それとも。ネクストホラー、広場にも恐怖があるのを知っているでしょうか。こういう風にキャラクターが椅子に座っているところの前に行くと頭が沈む、底なし沼になっているとでも言うのでしょうか。恐ろしい限りです。沈んでます、謎です。アマ美術大学には3つのホラー要素があります。やっぱり学校とホラーは切っても切り離せないのか。1つ目、ガールの首が転がっている。なぜこんなところにあるのか誰も知りませんが、こんな校庭の端の忘れ去られたところにあるかわいそうな少女の首、ホラー。ネクストホラー、次のホラーネタを見るにはジェットパックが必要になるんですが、あそこです、このレティクルがあるところを見ておいてください。ほーら、見えましたか。少しではありますが和服を着た女の子のような絵があります。そしてそれは夜の天美術大学で起こるホラーネタです。このテレフォンボックスの前で待っていると電話が鳴るというのです。来ました。ですがフェス期間中ではないためステージの散歩ができずに BGM が流れるのでちょっと確認することが難しいですね。
ただフェス期間中であれば散歩ができてこのネタを確認したという方も多いのではないでしょうか。待てよ、潜ったら音ちっちゃくなるので聞こえるのかもしれない。あー聞こえないですね。ちょっとねこれはねもうフェスがないんでちょっと難しいかもしれないんですが、実際ねなんか鳴って電話が鳴ってしかもちょっとね声が聞こえるっていうホラーネタでした。オッケー、いかがだったでしょうか。まあ、紹介してもらさせてもらった小ネタホラーネタばっかりではあったんですけれども、やっぱりね夏というとホラーなんでちょっとやってみました。次回やるとしたらオクトネタをまとめてみようと思います。さあヒロツラ行こうぜ。オッケー、ヒロはつらいよ。これはですね、ヒーローモードをサブのみでクリアしようという企画でございます。まあね、サブであれば何でも OK。カーリング、スプラッシュボム、ロボム、何でも OK ですよ。メイン使わなければ OK。行ってみましょう。今のところここまで来ましたね。3の11。OK。あと最後、動画の最後にね、ちょっと新企画の告知をやろうと思いますんで、よろしくお願いします。最後まで見てやってください。あ、ここか。スタコラね。いけるかな。よし、いやスタコラーなー、ちょっと難しそうな気がする。いけるのかしら。ほい、お倒したか。やってるやってる。シュッ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 。オッケー。壁がね結構ね、ほら、やつを、ああ、やつをどうやって追い詰めればいいんだ。ロボムでいける？ポン、ポン。あ、ここはいけるか。ドク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 。追っかけっこ。ボーン。よしよしよし、オッケー。第一スタコラは簡単だな。おいで。第2スタコラーか。第2スタコラーはやつの前にもうボムで行き場を塞ぐしかないな。塞がってねえな。あそこにいるな。 OK。 これとこれ、さらにスプラッシュボム、体で止める。あ、ダメだ。よし、オッケー。楽しいな。スターコラー爆破ゲーム。よし、気合入れていこうぜ。とりあえず邪魔な敵は爆破しておこう。君のことだよ。ボン、お、逃げるのかい。ほい。逃げた先にもボムがあるって恐怖だよね。そしてここ難しそうだな。ほら、どうする。ロボムっぽいっていうか大パニック。あ、そうか。あ、なんだなんだ。そう、待てよ。ちょこ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 ほい。やべえ。ロボム2連発だな、さては。オッケーオッケーオッケー。ロボムこっち投げる、こっち投げる。来た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 、いけいけ。よし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 、オッケーオッケー。ちょいダメージ与えとる。ファイヤー。よし。一匹やってる。一匹やってね。そう、どこにいたんだ。オッケー。ポイーン。コイン。もうロボムめちゃめちゃ投げたろ。いや、スプラッシュボムの方がいいかな。でもスプラッシュボムね、結構網の上で爆破むずいな。俺がこっちに行くしかないのか。
いやーこれはむずいな。ここめちゃめちゃむずいな。いや待てよ、これだ。ここをね爆発させる。ほらダメージ入っとる入っとる入っとる。これで地味に削っていくしかないな。オッケーオッケー俺もダメージ入るけ、そこがヒントだったんだな。よし。オッケー。これで、いや、回復しとんな。絞って、あらららららら。くそ。むずい。こうやって、オッケー。あいつ結構ダメージ入ってんな。うわ、ミスった。連続でやらねば。こっち行くかな。オッケー。よしよし。で、ここ、こっちか。よし。あっちか。はい。うわぁ。奴らのボムも結構ダメージ来るなぁ。オッケー。これで、よし。オッケー。いや、意外にダメだな。意外に、くそ。あー、ダメだ。むーず。あー、あれでロゴム落ちちゃうんだな。わかった。ロボム、オッケー、ロボムオッケー。ロボム、スプラッシュボム。こっち来んのがいい。いや、でもいいな、いいな。今一番欲しかった。ロボム、スプラッシュボム。うわぁ、インクがない。くそ。インクが回復できねえなぁ。ここで。一旦満タンになろう。この作戦で行くしかない。ロボームスプラッシュボム。オッケー。うわ、持ってないのか、お前。くそ。でも一体になったぞ。ロボームスプラッシュボム。いやぁ、なんだ。ロボムネ、パニックにさせといて、くそ。くそよーしよしよし、いいだろう。ロボムパニック、うわー、ミスった。ロボムパニックスプラッシュボム。ファイヤー、うわ、くそ。くそ、2個しか投げれんな。ロボムパニックスプラッシュ。来た。オッケー。どんな問題。じゃぽん。結構時間かかったな。いや、かかるよな。めちゃめちゃかかると思うわ。ちゃん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 うせえな。オッケー。君たちの相手は知らないんだ。悪いな。ふん。で、次かい？はい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 。ロボム。なんであっち行くの？なんであっち行った？あいつ。行け！よし、よかった。あっはっは、地獄の使者がどこまでも、おい、引っかかってる！木に引っかかってるよ。地獄の使者が木に引っかかってる。どこ、そいつ。おへん。オッケー。いた。
おお、なか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 やりますよね、かい。いけ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 。あ、木があるからな。オッケー。お、カーリングカーリング。恐怖。いけいけ。よし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 。鍵拾う。あれ？どこだい？あれか。よし、オッケー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 。めちゃめちゃ時間かかっとる。関係ないね。これがヒーローつらだ。時間かかってヒーローはつらいよ。で、あー、ここね。ここ実は必勝法があるから、待てよ、この木箱を絶対に全部壊しちゃダメ。あー、死ぬか。あれ絶対ダメだ。あそこ壊したら終わり。よし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 。これで戻ってくんなよ。よし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 。よし、これ地味に壊していこう。よし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 。あ、まだ壊れるのか。オッケー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 。いいよいいよ。よし。はい、あそこにスタコラ君いますね。彼実はあの木箱を越えることができないんです。へっへっへっへ。ほら来たよ。なんでこっち来るの、なんでこっち来るの。くしょ。はい、かかりましたね。カラ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 、ファイヤー。これじゃないと多分サブは無理だな。いや、いけるんか。こっちに追い詰めればいけるんかな。まあいいや、オッケー。やっぱスタコラの面はね、時間かかると思ったんだよ。二連カーリング。うわ、早っ。ポーン。恐怖。二体目のロボム。ポーン。バレたか。まあ、よい。君の相手はしていられない。先を急ごう。ここだな。さあ、ここはどうしようかな。あそこだ。やっぱりあっちに追い詰めてやるしかないのか。オッケー。何人か死んだな。うん。なるほど。まだ逃げてる奴がいるのか。あなたも死んでもらいますよ。ピュンピュンピュン、あそこに、ほら。オッケー、鍵。来たー。で、ここだったかな。行こう。早く鍵出てくれです。よかった。オッケー。何秒？ 1 分48秒。違うわ。11分48秒。11分48秒。めちゃめちゃかかったね。ズンズン、ズズズン。オッケー。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルではですね、ご覧のように皆様のコメントをもとに動画を作っております。そして、もう一つね、ちょっと新たな企画っていうのを思いついたんで、ちょっと告知していこうと思います。スプラトゥーン2じゃないんですけど、動物の森、集まれ動物の森の、なんていうんですか、みんなの島にちょっと、鈴木がお邪魔する、鈴木のお邪魔、島、す、っていうね、企画を思いついて、みんなのね、コメントを僕結構採用して、ネタを紹介するっていうスタンスなんですけど、動物の森でやったらどうなるのかなっていうのがあって、でね、じゃじゃんと。崎本さんですかね。ありがとうございます。いい企画考えました。島の紹介です。ぜひやってみてください。これ、いい企画だね。ちょっとやってみよう。なんで、夢番地をコメントで書いてもらってお願いします。鈴木が遊びに行くかもしれません。で、夢番地だけじゃなくって、その島の、まあ、見てほしいところ、頑張ったところとかっていうのを、コメントでもらっていくと、そこも徹底的に見たりすることができるんで、よろしくお願いします。ぜひ、みんなの投稿、待ってるぜ。
チャンネル登録もよろしくな。じゃあねー、バイバーイ。